震災翌日に予定されていた卒業式、この日10日遅れで行われました。参加できない生徒を思うと時期尚早かと思いました。苦渋の決断をし卒業式を挙行することといたしました。私たちはそのキラキラ光る日差しの中を希望に胸を膨らませ、通い慣れたこの学び屋を57名揃って巣立つはずでした。前日の11日、一足早く渡された思い出のたくさん詰まったアルバムを開き、十数時間後の卒業式に思いを馳せた友もいたことでしょう。東日本大震災と名付けられる天変地異が起こるとも知らずに、自然の猛威の前には人間の力はあまりにも無力で、私たちから大切なものを容赦なく奪っていきました。天が与えた試練というには無すぎるものでした。辛くて悔しくてたまりません。時計の針は14時46分を指したままです。でも時は確実に流れています。生かされた者として顔を上げ、常に思いやりの心を持ち、強く正しくたくましく生きていかなければなりません。命の重さを知るには大きすぎる代償でした。しかし苦境にあっても天を恨まず運命に耐え、助け合って生きていくことがこれからの私たちの使命です。私たちは今それぞれの新しい人生の一歩を踏み出します。